このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、一輝です。メタルギアソリッドピースウォーカー HD 実況プレイパート33、始めていきます。よし、出撃だ。次は拠点防衛、守り抜くんだ。敵兵士が一定時間溜まると制圧される。じゃあこれ行こう。これよりミッションを開始。ウージーは一発の威力が低いか。じゃあ普通にこれでいくよ。まあどうしても倒しきれなかったらね、あれで倒すけど。グリフィン組を防衛ミッション。相手はこっちの拠点を知った上で攻めてきている。つまりもう隠れても無駄ということよ。こうなったら戦うしかない。カムフラ率の高さより防御力を優先した装備を選んで。バトルドレスってことだろ。長期戦になるかもしれないから霊障も欠かせない。ただ、はい、拠点まで攻め込まなくちゃならない敵より守る側の方が有利よ。慌てる必要はないわ。なるほど、ね、相手もいつまでも物陰に隠れているわけにはいかない。そこを狙撃銃で狙い撃ちできれば安全に戦いを進められるはず。もちろん狙撃ポイント次第ではあるけど、移動ルートに地雷や C4 なんかを仕掛けるのも有効ね。あんまりそういうやり方は好きじゃないんだけど、仲間を守るためには仕方ないわ。えらいな。ミッションスタート。うわ、来てる来てる来てる。攻め込んでくる敵兵を全て無力化してくれ。よいしょ。バーカめ。これも確かあった気がするからちょっと回収しに行こうか。なめんな。なかったっけ。探索しましょうかね。一個二個は取られたってどうでもいい。眠れ。こっちはないか。じゃあ戻ろ。敵兵に拠点の一つが制圧された。はいはい、早く拠点を取り返すんだ。あ、やばい、拠点が全部制圧されちまった。完敗だ。いたのか。攻め込んでくる敵兵を全て無力化してくれ。とりあえずなかったのは確認したから、ここもないな。よし、黙ってやれるわけにいかねえ。さすがに2回目はね、クリア優先でいこう。
イテムもらおう。あ、こんの。反対だ。敵兵を全て無力化してくれ。できれば殺さずに。初無線。そのあたりには木島独長がいるみたい。お前何を言ってる。紅門大長が飛んでなかった。公園や街中でも見かける長よ。パスの無線が役に立たない。攻め込んでくる敵兵を全て無力化してくれ。それしか言わねえな。しばらく守り続ければ敵も諦めるはずだ。そうね。ラストはヘッドショット。とりあえず能力見とくか。どうせザコだと思ったけど。さすがだな。この程度なら朝飯前か。まあな。夜スネーク、交流していたバドルノフが姿を消した。またか。新ミッションを用意した。KGB の工作員ザドルノフを見つけ出してくれ。また宝珠逃げ出したか。ザドルノフ探索捜索だ。捜索3。スネーク、交流していたザドルノフがまた姿をくらました。ザドルノフを見つけ出してくれ。まあ、これでいいだろう。さあ今度どこにいんだ。ザドルノフを見つけ出してプルトン回収するんだ。またここら辺にいるやつらがめんどくせえんだよ。人か。何もないな。人か。そこだ。俺らじゃねえわ。どこだったの。
じゃねえよ。もういねえだろ。B ランク。B の C だからまあもらうけど。欲を言えば A の S がいい。さっきのフルトン回収車。D。エリア収容した。ゴミは捕まえません。ここら辺にいたやつか。よし、何も見えねえんだけど。右行って左上だな。多分奥の方にいた気がするんだよな。気のせいかな。いまいち覚えてないんだよな、これ。動くな。さあ、お前の能力は C か。これ食べもらうか。エリエのフルトン回収が完了した。ここだったっけ。違う、奥だ。人か、あそこか。何もないな。そこだ。登ってくんじゃねえよ。あ、しまった、ワイヤーだった。バカじゃねえのか。しまった。ことができる場所は限られているはずだ。物陰を探ってみろ。B。次。こいつは B。まあ B ならいいだろう。さすがにここにはいねえはずだからな。よし、こっちだ。捕虜、お前どこに放置されてんだよ。ひどいな。さっきのフルトン回収車、エリア収容した。ノイズがすげえな、ここ。多分何もねえか。いや、いる？なんかいるんだけど、何がいるの？反応はしてるんだな。上だな、じゃあ。わかんねえ。人が…ちょっと待って、どこにいる？いるぞ。どこだ。了解、応援を送る。どっからバレたんだ俺。ちょっと逃げます。暗すぎて分かんねえんだこれ。
んだてめえこれ。こいつらも寝たか。いらね、C の C はいらね。ごめん、カズ。ランボール支援要請を確認した。支援ください。ここは大丈夫か。じゃあ次。あと二つ。多分最後のマップだったような気がするから、もう、切りたいんだけどな。探索しないとわかんないんだよ。いるぞじゃねえよ。内側にはアイテムはないな。アイテムっていうか武器のあれ。よし、ここだ。さて、どこに行くかな。動くな。いらん。
爆。攻撃を受けた。警戒態勢に入る。了解。警戒強化に当たれ。誰が。そこか。そこか。怪しい場所はくまなく探すんだ。やつは脱走のプロだからな。どう知らんけど、まあ悪さねえから、ね、まったくうちの HQ。 よーし、了解。厳重に警戒せよ。その先はミッション圏外だ。さてどこにいるかな。このエリアだったっけ。このエリアいないんじゃね。あれ思い出した気がする。これ向こうか。多分無線でここじゃねえよって言われる気がする。殺すのが好きなのか。ああごめん。野蛮人がさっさと奴を始末しないからこうなるんだ。物陰あたりが怪しいな。ザドルノフはいないか。いるこれ。ここいたっけな。記憶だとここじゃないな。一個前か。1個だか2個ぐらい前だった気がする。どこへ行った。崖の上じゃねえから向こう、もうちょい前。いや、ここでいいのか。確かここの壁の付近じゃなかったっけ。違ったか。あれ前だよな。確かここ今向かってるところだったはず。なんとなく覚えてるけど壁に張り付いてなかったっけあいつ。ほらそうそうここにいたいた。さあ宝珠さん何をやってるんですかね。やるな。そうそういいこと教えてくれ。お尻にはき、ああそういうことが、だから、うぅってなるのか。よいしょー。眠っていろ。そいつをフルトン回収するか。そこでの任務は、中やろう。ミッションクリアだ。よくやってくれた、スネーク。ふぅ。奥まで行かなくてよかったじゃねえか。あ、まあ、捕虜だからいいか。ダンボール爆弾とか怖いな。カズ、ジャドルノフいた。くしゃー。今度こそ。分かったスネーク。適当すぎるだろう。しゃあというわけで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。